こんにちは、ゆるふわです。こちらの動画続編となっております。ぜひ前編ご視聴いただいていない方、ぜひ前編をご覧いただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。それではしゅんさん、引き続きよろしくお願いいたします。はい、します今回はですね、前編見ていただいている方わかると思うんですけど、BT のしゅんさんに直接ビットゲットの、今回は現物の取引方法と先物の取引方法、はい、あとはその他いろいろ、ステーキングとかラウンチプールとか、いろいろ説明させていただけると嬉しいです。そうです。仮想通貨の運用の方法だったり、はい、っていうのを直接お教えいただきたいと思います。よろしくお願いいたします、はい。よろしくお願いします。それでは早速なんですけれども、多分もうね、もうビットゲットの口座に資産が入っている状況だと思います。はい。それではまずなんですけど、現物から、はい、お教えいただきたいなと思います。はい。そうですね、先ほど入金の方法についてご説明させていただいたんですけれども、入金が完了したらですね、アカウントに入ります。で、普通であれば現物の方に入るので、まずその現物の方に、資産のところで現物の方で資金について確認を取れた後、この下にあるこの取引のところ、ね、これが現物取引になります。主な市場取引先物資産と下にあると思うんですけど、はい、そこの、取引ですね、はい、のところが、現物取引になりますし、この上のところにコピートレード、現物、マージン交換ボットってあると思うんですけど、はい、ここをちゃんと現物が真っ黒になっていることを選んでください、はい、今水になってるんですけど、水ラブだから水めっちゃラブ。じゃあこれ見たら分かっちゃいますね。はい、こちら水のところをですね、クリックしていただくと売買をしたい、ペアが出てくるんですけれども、例えば USDT で、ビットコイン、イーサリアム、ソラーナ、ドーチコイン、BGB、ペイペイとかいろんなのがあるんですけれども、もし、取引をしてみたいというコインがあれば、検索で例えば BGB を、検索していただくと出てきます。で、一応 USDT とか USDC とか、ユーロとかでも通貨ペアが買えるんです。すごい。はい、で、例えばじゃあ USDT を先ほど入金して、で、BGB を買ってみたいと。で、これは、BGB というのはビットゲットさんの、独自のトークンになっているんですけれども、はい、保有することでめちゃくちゃメリットがあるので、はい、こちらお教えいただきたいと思います。はい、そうですね。BGB の良さについて、後ほど、その他の機能と一緒に紹介していきます。はい。で、BGB、こちらを、買いたいっていう方がいれば、この、BGB、USDT を選んでいただいて、で、この、上に購入と売却のボタンがあるんですけれども、買いたい場合は購入、売りたい場合は売却、はい、を選んでいただいて、この場合は買いたいので購入をします。で、いろいろ買うときに、注文の種類があるんですけれども、たくさんあるので、全部説明すると、多分、分かりにくいと思うので、今回は簡単に説明したいと思っているので、この、初心者編なので。はい、指し値と成り行きについてだけ説明させていただきます。指し値っていうのはこの金額で買いたい、この金額で売りたい、なので、金額を設定して、売買する方法が指し値なので、指し値をしたオーダーが、オーダーブック板に載せられ、その金額にならないと成立しないっていう取引方法になります、はい、なので私がもう BGB トークンを今 1.19 ドルぐらいで推移してるんですけど、はい、1ドルにならなきゃ買いませんみたいな、はい、っていうのを差し値注文入れると1ドルに下がってくれた時に注文が入って購入できるってことですね。そうです。すごくざっくり簡単に言うと、はい、でもそれもちょっと分かりにくい、難しいっていう方がいれば、ここの、成り行き注文っていうのをぜひ、ご利用いただきたいんですけれども、もう、金額は指定せずに、今の、マーケットのプライス、市場価格で、すぐに成立させたいという方がいれば、こちらの成り行き注文をお付き合いください。で、なので、これですね、はい、今ここで横でやり取りされている金額、まあ大体これぐらいの価格で、ポンって買えちゃう、はい、ということですよね。そうです。例えばなんですけれども、じゃあ、BGB を
100USDT 分だけご購入したいっていう場合はこちらに100をご入力していただいて、すぐにこの下にある BGB を購入のボタンを押していただくと、ご購入していただきます、うん、それで、取引が完了します。めっちゃ簡単、はい、そうです。ありがとうございます。で、例えばあの100は、買わないとして資産の 25% 買いたいという場合はこの下にあるこのパーセンテージの、ボタンを押すこともできます。はい。で、注文を入れた後に、この下の注文のところに表示されます。もし成り行きだったら注文を入れた直後に、成立するので、まあ、あの BGB が買われ、現物のアカウントに行っていただくと BGB100 ドル分が、もし100ドル買ったら100ドル分が入っているので、これで現物の取引が終わりになります。はい、はい、ここですかね、注文、資産、コピートレード、ボットで、ここなんかノートマークみたいになってると思うんですけど、はい、このノートマークみたいなのを開いていただくと、注文履歴というのが全て確認できます、うん、はい、これは、90日間とか限りなくずっと見られるんですか？90日間以内であれば見れます、うんうん、はい。でもし90日以上のがもし欲しいのであればぜひ弊社のカスタマーサポートにお問い合わせしていただけると、うん、確認してくれます。あ、なるほどですね、はい、例えば一応念のため差し値一回入れてみます。成立しないので、はい、で差し値の場合に関してはこちら、例えば、先ほどユルフワさんがおっしゃったように1ドルで、BGB を買いたいってなったらこちらに 1USDT を入れていただいて、この金額で買いたいですよという金額を入れていただいて、でそれを100BGB 分を買いたいっていうのであればこちら100入力していただいて、で、BGB を購入っていうのを、押していただくとこちらに注文確認の画面が出てきます。で確認を押していただくとここの注文の、ところに先ほど入れた差し値のオーダーが表示されます。はい。で1ドルの価格で 100BGB を買いたい、合計金額 100USDT っていうふうに出てます。で、うん、今約定、つまり成立した、バイオーダーが、ゼロに、まだ金額が1ドルになってないので、もちろんゼロになってます、うん、でこれがどんどん、1ドルまで下がっていってそのうち成立していけば、ここの約定のところが100になって全部買いオーダーが完了するという形になります。そこはこれで無事に BGB が購入できます、はい。でもしこの差し値入れたんだけどちょっと買う気なくなったっていう方がいればこの取り消しを押していただくとこれ取り消します。ああ、そうなんですね。はい、めちゃめちゃ簡単。はい。なので、現物取引とても簡単なので、少ない金額でぜひ、トライしてみてください。はい、はい、トライをしてみてください。それでは早速なんですけれども、はい、先物取引の方法についてお教えいただきたいと思います、はいはい。先物取引に関しては私個人もよくやってるんですけれども、うん、現物っていうのはその実物、例えばビットコインとか BGB を買っていただくっていう形になるんですけれども、先物に関してはその現物を買っていただくというよりは契約を買っていただくっていう形になります、うん。なので、利点といえばレバレッジが効くので、いわゆるその手元に1万円しか資金がないと、うん、っていう方でも、レバレッジ100倍をかけていただくと100万円のポジションっていうのを、開けていただくことが可能なので、うん、まあ、いわゆるそのハイリスクハイリターン、もし自分が入れた方向と違う方に行ってしまったら、すぐに損切りもしくはその強制決済にあって資産をなくしてしまうんですけれども、その代わりもし自分が思った方向に行っていただいた場合はかなりの利益が得られます。ということなので、はい、やっぱりその資産資金力母体となる資金力が、まあ、ちょっと少ないな、でももうちょっとなんかボリュームある取引やりたいなっていう方は、うん、先物の方がおすすめとなってます、はい。見ていただくとこの、コピートレード、USDTM、USDCM、コイン M ってあるんですけれども、はい、何立てっていう形にはなります。まずこちら USDTM っていうのは USDT 立て、
この M っていうのはマージンの M なんですね。はい、マージンっていうのは証拠金っていう意味なんですけれども、USDT を証拠金としてトレードをしますっていう意味ですね。はい、で、USDC っていうのもあるんですけれど、あとコインっていうのがいわゆるその BTC とか BGB を盾に取引をするという。なるほど。だから持っている、さっき買った BGB だったりとか、はい、持ってる BTC を担保、保証金、はい、担保金にしてトレードするってことですか。そうです。で、じゃあ、どういう人が USDT 向いてるか、どういう人がコイン、建て向いてるかというと、うん、まあ、ざっくり言うとですね、リスクを減らして、行きたいという方に関しては、USDT の方がおすすめします。で、コイン M っていうのは、例えばもしビットコインを現物で持っていって、かなりこう、上目線の方がいれば、これから上がるよっていう方がいれば、ビットコインをまず現物で購入していただいて、で、その後、そのコイン M を使っていただくと、例えばもしロングした時に、うん、まず手持ちのビットコインの価値が上がります。ポジションでも利益が出ます。っていう形になるので、これからのバブル向きじゃないですか。そうです。なので、これからバブル、ビットコインは上がるよっていう方は、こちらぜひ、トライしていただければと思います。ただ、リスクとしては、もしビットコインが下に行ってしまったら、手元の証拠金がどんどんなくなって、で、しかもその、ビットコインの枚数が減ってくってことですよね。あ、枚数は減らない。ビットコインの価値が減ります。あ、価値が減るんですね。そうです。例えば、今であれば6万6000、7000ドルくらいなんですけれども、もし暴落してしまって3万ドルまでしまったら、その証拠金が3万ドルになってしまうんですよ。なるほど。で、さらにそのポジションがもし、ロングしてしまったら、その下がっていくと。その時のビットコインの価値でっていうことなんですね。そうです、そうです。なるほど。なので、上級者向けにはなるかなと思います。なので、初めての方に関しては、この一番わかりやすい USDT 建てがおすすめします。先ほどの現物に関してはかなりシンプルなんですけれども、先物に関しては少し難しくなっていきます。うん、はい。ただ、そんなに難しくはないので、ぜひ、ご覧いただけると嬉しいです。でまず、取引したいペア、BTC、USDT 建て、ETH、USDT 建てっていうのを選んでいただきます。じゃあ、BTC を、例にします。で、BTC を選んでいただいて、で、まず、そのマージンモードっていうのがあるんですけれども、クロスと分離マージンっていうのがあるんですけれども、すごくざっくり説明すると、先物のアカウントにある USDT、こちらを全部かけてこのポジションを開けるのか、一部の資産だけを使ってこのポジションを開けるかっていう違いにはなります。で、クロスにしていただくと、もちろん資金全部でそのポジションをカバーするので、強制決済に合うのがだいぶ遠くなります。なので、強制決済、っていうのが、しにくくなる、されにくくなるっていうふうにはなるんですけれども、ただ、もし強制決済に遭ってしまった場合、アカウント内の資産が、先物のアカウント内の資産が全部、負けてしまいます。なるほどですね。はい。で、分離マージンっていうのは、いわゆるその、ポジション、今もし先物のアカウントに 3000USDT 入ってます。うん、ただ、そのうちの1000だけを使ってポジションを開けたい。で、もし強制決済に遭ってしまったら、その1000ドルだけが、なくなってしまうんですけど、2000はちゃんと残ります。なので他には影響しないよっていうのが分離マージンにはなります。なるほど。すごくざっくりなんですけれども、そういう違いがあります。はい。でも私、そのクロスは、先物の口座だけじゃなくて、現物とかも対象になってくるって思ったんですけど、はい。先物にある、資産だけが全部対象になるってことですね。そうです。なるほど。ビットゲットではですね、現物と先物のアカウントは完全に分離されているので、先物のアカウントで強制決済にあっても現物には一切影響がしないので、そこはご安心していただければと思います。それめっちゃ安心かもしれないです。はい。なので、その資産、なんていうんだろう、ちょっと怖いなって思うのであれば、そのポジションというかその証拠金以外のちょっと怖いなっていうのは移動させておけばいいってことですね。そうです。資金移動で。はい。現物の方に移動させておくっていうのもありかなと思います。個人的にもですね、普段、リスクを低くトレードしたい場合は、1000USDT だけ先物のアカウントに入れて、それをクロスマージンにしてトレードしてます。なので、最悪、負けても、1000ドルだけのマイナス。
ナスになるので、まあ、そこでリスク損失を抑えられるので、うん、ぜひちょっとずつね、ちょっとずつ、はい、で、あの分離マージンっていう今テストでやるんですけど、分離マージンを選んでいただいて、でレバレージ、これが先物の特徴なんですけれども、うん、いわゆるその、元本証拠金1万円しかなくても、そこにレバレージをかけて、それを5万とか10万とか100万というふうに増やすことができるので、それがこのレバレージの機能になります。でレバレージ 何倍かけるかっていうのをここで調節ができます。まあ、あんまりレバレージが高いと、強制決済に遭う可能性がかなり大きくなってしまうので、うん、個人的にはあんまりお勧めはしないです、高いレバレージ、はい、そうですね、はい、もし例えば初心者、先物を今トライでやってみたいという方が、まあね、低くして、例えばこの場合であれば2倍に3倍にしてやってみていただける。ちなみにマックスだといくらなんですか？マックス125倍。125倍を超えます。でもここで問題になるのが、もし125倍にしてしまった時に、うん、値段が一瞬でこう動いて、そうです、仮想通貨すっごいボラティリティがあるので、ボラが出てちょっとでも違う方向に行くと大切な資産がなくなってしまうので、はい、まあ、上級者であれば、ね、やっていただいてもいいと思うんですけれども、うん、初心者であれば、基本的には、まあ、10倍以下ぐらいが一番いいと思います、はい、ステップバイステップで練習をしていきましょう、はい、で例えば今であれば3倍のロングポジションレバレージを確認していただくと、この上に緑の 3X、 これはロングの3倍っていう風に出ます。でショートも3倍にしたい場合は、あ、なるほどなるほどなるほど、ここで別々で設定が効きます。例えばじゃあショートはちょっとハイリスクでいきたいから5倍っていう風に設定ができます。で、次がですね、この参入と決済、参入っていうのはポジションを開けるときに使います、うん、で決済をするときは、この決済を使います、うん、でまず参入するので、先ほどお伝えした成り行き注文という方法でやっていきたいと思います。こちらですね、例えばじゃあ、ロングで、0.001 ビットコインを、ロングしたいっていう場合は、ここに、ポジションのサイズ 0.001 を入れていただいて、でここでロングで参入をしていただくと、ここで注文確認の画面が出てきます、うん、ぜひですね、この確認を押す前に一回確認することをお勧めします。まずロングの3倍で、現在の価格とかマーク価格とかで、ポジションのサイズ、数量ですね、で分離マージンで、マージンっていうのが証拠金になります。今回のポジションで、いくらの証拠金を使っているかっていうのも表示されます。で予想生産注文価格っていうのも出ます。なので万が一ビットコインが下がってしまったら、45,488 まで下がってしまったら強制決済に遭います。そうすると負けてしまったっていうことになるので、ここの資金、ここの、マージンの部分、さっきの 22USDT が、なくなってしまいます。はい、で確認したら、確認ボタンを押してください。この利用可能金額っていうところなんですけど、私今ゼロになってるんですね。で、ここ多分ゼロになってる方がここ等だと思うんですけど、ここの、資金のあれですよね、入れ替えというか。はい。そうです。先ほど入金の部分について説明させていただいたんですけど、入金したらですね、デフォルトで、現物の方に入ります。あ、そうなんですね。そうです。で、なので、現物の方から、例えば、1000ドル入ってたら100ドルだけ先物の取引に使いたいっていう方がいれば、100ドル分だけ、現物から、先物のアカウントの方に移動してください。はい。で、移動っていうのは簡単にここでできるんですけれども、まず振り替えする元現物ですね、うんうん、で振り替え先が、USDT の無期限、これが先物ですね。で、通貨、いろんなあるんですけど、まあ、USDT を選んでいただいて、でここの振り替え金額を、入力していただいて、じゃあ例えば100ドル分だけやりたいっていう場合はここの確認をして、で振り替えがされます。 100USDT が今先物の口座に入った状態になって、はい、ここ今あ、はい、
このところに今 USDTM 無期限ってあるんですけど、うん、本当に口座開設していただいた口座の中にいろんな、うん、なんていうんだろう、口座が中にあるんですね。はい。なので自身が、使いたいところの口座に資金を入れていく感じになりますね。え、ゼロで何もできないじゃんみたいな、結構お問い合わせとかいただくんですけど、資金を振り返っていかなければ使えない。はい、ね、そうです。はい、で先ほど、100ドル分だけ先物 の方に振り返ったので、この、資産の先物 のところで確認ができます。でちゃんと 100USDT が入ってるのを確認できたら、ここの先物 のページ行っていただいて、そこで取引ができます。先物に関してはその買いと売りではなくてロングとショートっていうふうに分かれています、うん、でロングとショートはどう違うかというと、ロングっていうのはこれからビットコインが価格が上がるよ、それにベットするという意味でロングっていうのがあります。でこれからショートっていうのはこれからビットコインの価格が下がるよっていうのにベットする場合はショートっていうふうになります、うん、はい。で先ほどお見せしたのがロングで、ショートに関してはショートこちらで、まあ、同じように成り行き注文で、ポジションのサイズ 0.001 とか、もしくは1度が入力していただいて、でここでショートで参入をしていただくと、ショートとしてポジションが開くことができます。はい、ありがとうございます、はい、これで無事にショートとロングの先物の注文の方法が分かりました、はい、ありがとうございます、はい、あとでね、はいはい、それでは次コピートレードというトレードもあります。なのでそちらについてね、しゅんさんに詳しく お聞かせいただきたいなと思います、はい。まあ、ビットゲットに関してはですね、かなり、コピートレードを世界一の規模を誇っているので、結構ご利用いただいているユーザーの多くも、ご利用いただいているユーザーの多くはコピートレードっていうのを、使っていただいてるんですけれども、うん、コピートレードに関してはじゃあ、どういうものかっていうと、まあ、いわゆるその自分でそのトレードをしたくない、もしくはトレードがよくわからない、うん、もしくは毎日そのチャートを見てる時間がないっていう方に関して、うん、コピートレーダーっていういわゆるそのエリートのトレーダーさん、うん、プロの方だったりトレードが得意な方っていうのがいらっしゃるので、その方を、何人かもう本当に数千人いるんですけど、そこを選んでいただいて、自分がこの人のフォローしたいっていうのがいたらその人を選んでいただいて、でその人と同じトレードをするのがコピートレードになります、うん、なるほど、はい、その優秀なトレーダーさんとのトレードをフォローして一緒にトレードしていくみたいな感じですね。はい、うんうん、そうです。まあ、かなり初心者の方でトレードはよくわからないけどトレードしてみたいという方がいれば、うん、このコピートレードの機能をぜひご利用いただきたいと、ご利用いただけると嬉しいです、はい。で、まあ、コピートレードに関しては、両方あるんですけれど、先物と現物両方があります。左上にあるコピートレードを押していただいて、で、現物ができます。で先物に関しては先物 のタブを押していただいて、この左上にあるコピートレードを押していただきます。はい、でまず、今コピートレードのページに入ったんですけれども、はい、じゃあ今回はじゃあ試しに先物を、誰かをフォローしたいと、で先物を選んでいただいて、で、まあ、この上にあるのがエリートトレーダー、自分がもしトレードのに関して自信がある方っていうのはここ申し込みができるので、ぜひ、腕に自信がある方がいれば試してみてください。でここからいろんな、エリートトレーダーっていうのを選んでいただけるんですけど、でもこれバーと見てたくさんもう1000人以上いらっしゃるっていうお話で、はい、どの方がなんかこう優秀なんだろうっていうのが、はい、どこで判断したらいいんですか？そうですね、判断する基準がいくつもあるんですけれども、うんうん、例えばまずこの、30日間の ROI っていうのが収益率にはなるんですね、うんうん、なのでこの人を持っている資金に対してどれぐらいの利益を上げているかっていうのをここで見れます。なので1ヶ月で 15% 上げてます。 15% 上げていますね。はい、で、まあ、もちろんマイナスになって、まあ、トレードなんでずっと勝つわけではないので負けている方もいます、うんうん、で、勝率も見れるし、
利益額も見れます、うん、でフォロワーの人数も見れます、はい、すごいこの方4700人もいらっしゃるんです、はい、そうです。あと運用している残高も見れます。なるほど、はい、なのでいろんな情報をここで見れるんですけれども、うん、じゃあ、こういうふうにここにあのボタンがフォロワーの利益っていうのが出るあるんですけれども、これをクリックしていただくと、はい、いろんな、種類で、トレーダーをフィルターすることができます。すごい。じゃあ例えばROI がめちゃくちゃいい人を探したいと。はい、ROI を押すと、でこういうふうに、ROI が高い人から順番に出てくるんですけれども、この方に関してはもう 3000%。1ヶ月で 3000% ってあり得るんですか？はい、いますね。すごい。はい、で、ここで、ここにある数字だけ見るのもいいんですけれども、さらにですね、やはり、このトレーダーについて知りたいってなったら、このトレーダーのアイコンを押していただいて、まあもちろん ROI、損益額、30日間、7日間、90日間とかでご覧いただくことが可能なんですけれども、あとは純利益、で、このトレーダーは、まあ、どういうところがスコアが高いかとか、ランキングとか、いろんなご覧いただけるんですけれども、私が、もし、自分でやる場合は結構ですね、ここの、ROI のみならず、この人がどういうペアをよく取引しているのかとか、例えば私、個人的には ETH 全くやらないので、で、まあ、ETH ばっかりやるトレーダーというよりは、ビットコインをメインに、ね、やってる人をフォローします。なるほど。はい。で、で、実はですね、この人の注文の現在の取引の状況も見れるし、履歴で、実はこの人、今まで入れた取引のオーダーが、どれぐらいの利益、ロングなのかショート、全部見れます。でもすごい、保有時間が全部短いですね。そうです。この方は結構もうすぐ開けてすぐ閉じるタイプなので、はい。で、これを見ていただくと、かなり、あ、一個一個のオーダーがちゃんと勝てていると、っていうのが見れます。で、あ、ETH をロングで、20倍で入れるのは結構多いと。で、たまにショートも入れたりする。ただ、ここで一つ、見れるのは、この方って結構、参入日時を見ていただくと、うん、結構新しいんですよ。なので、まあ、少ないトレードでこれだけの、ROI を出せているので、まあ、もしそれが、不安っていう方がいれば、もっと長くやられている方の、選んだ方がいいと思います。はい。で、その他にも、フォロワーの数とかいろんな情報が確認できます。はい。そうですね。じゃあ、もし、例えば、じゃあ、この人を最終的に見て、フォローしたいっていうので、であれば、ここのコピー、右下にあるこのコピーを選んでいただいて、はい、例えば、初期として、先物を、どれくらい、フォローしたい。例えば、向こうが 1BTC のオーダーを、ロングしたり、ショートしたりするので、ただ、そんなにたくさん、ね、こっちも 1BTC 全部フォローしたいっていうわけじゃないと思うので、100ドル分だけやりたいっていうのであれば、初期マージンをここを100にして、そうすると、100ドル以上使うことはないので。なるほどですね。はい、100ドルで優秀なトレーダーさんのトレードをコピーしていく。そうです、そうです。そうです。こちらは設定されることをお勧めします。でないと、例えばアカウントに、もしくは、今7万ドルもし入ってたら、向こうが 1BTC ロングしたらこっちも 1BTC ロングする。結構かなり、そうです。ハイリスクなにでもなるので、ね、ここを100だけにして、はい。はい、で、ここに、使用マージンっていうのを、マージンの、パーセン、数も選べることができます。例えばさっき100ドルにして、ここにリスク管理があるんですけれども、ここで損切り率、利確率っていう、あと最大金額っていうのを設定できます。なので、一応フォローはするんですけれども、こっちは、早めに、損切りしたいと。早めに利確したい。この率に達したら、もうすぐ、損切りしたいっていうのであれば、ここ自分でも設定ができます。あ、そうなんですね。はい、なので、全く同じタイミングで、損切りとか利確する必要もないです。はい。で、フォローした後に、現在、コピー中というふうに出てくるので、こちら、
で詳細をご覧いただけます。でここで損益額とか利益の分配っていう数字が見れます、はい、でもしちょっとこの人もフォローしたくないなとコピートレードを一旦ストップしたいなっていうことであればここのフォロー解除をしていただくと解除ができます。これでもうフォローが外されたので、もうこの人のトレードをフォローしていないということになります。あ、なるほどですね、はい、分かりました、はい、今、ビットゲットでローンチプール、はい、ローンチパッド、はい、プール X っていう、はい、商品があると思うんですけど、はい、詳しく お聞かせいただけますでしょうか。もちろんです。はい、そうですね、ローンチパッドっていうのは、新しいコインがビットゲットで上場するってなった時に、たまにローンチパッドっていうのをさせていただいてるんですけれども、うん、その時に、まあ、よくあるのが USDT もしくは BGB っていうのをロックしていただいて、で、まあ、ロックした金額に合わせて、上場前の金額で、コインを買えるっていうのがローンチパッドにはなります。でローンチプールっていうのが、まあ、もちろん、まあ、すでにビットゲットに上場しているコインもあるしこれから上場するコインもあるんですけれども、うん、そちらに BGB もしくは USDT をロックしていただいて、まあ、最近ですと BTC とか ETH のプールも出てきたので、ロックしていただいてで、買うっていうよりはそのコインをもらう、もらう、はい、エアドロップ的な感じ、エアドロップ的な感じになるのでそれで、まあ、資産を増やすことができます、うん、でプール X っていうのはもうちょいこう、ランチプールの小さいバージョンライト版っていう感じにはなります。ローンチプールほどの大きなプロジェクトではないんですけどもうちょっとそう小さいプロジェクトなんでもプール X っていうのがあるのでそちらも似たような感じにで、まあ、そのコインもしくは BGB、USDT などを、ロックしていただいて、まあ、エアドローがもらえるっていうような、商品になっております。すごい、はい、ちょっとランチプールについて、説明させていただきたいんですけれども実はですね今月に入ってからもう4つほど、今進行、もう完了してるか進行中なんですけれども、例えば今ですとこのクロースと X っていう2つのプロジェクトのランチプールが進行中なんですけれども、うん、まあ、X をご覧いただくと、もうすでに開始してるんですけど、まあ、BTC と ETH のプールがあるんですね。でこちらにお持ちの BTC もしくは ETH を入れていただくとその入れた金額に合わせてエアドローがもらえます。だからたくさん X トークンもらえるということですか。そうです、うん、X トークンもらえます。これであれば、はい、なるほど。でたくさん、ロックしていただくとたくさんもらえるので資産が多い方は有利かなと思います、うん、分配率が多いということですね、はい。で、ちなみに、こちら一般のユーザーであれば 0.5BTC をロックでできるんですけれども、うん、VIP ユーザーだったら 2BTC まで、ロックできるので。おー、なるほど、はい、そういうところで VIP のユーザーの、まあ、ベネフィットが、うん、出てきます。はい、でクロースに関しては、まあ、BGB プールと USDT の新規プールっていうのがあるんですけれども、うん、まあ、こちらはBGB をロックしていただくか新規ユーザー限定で USDT プールもついてます。はい、なるほど。でやり方はもうとても簡単でもし例えばこの BGB を持っていてこのクロースっていうのに参加したいってなったらこのロックのボタンを押していただいてでそしたらですねここでプロジェクトの期間終了まであと何日あるかとか、うん、っていうのをやっとこれ大事なんですけど APR いわゆるその年利どれぐらいもらえるかっていうのも全部見れます。でここでロックを押していただいてでロックしたい金額もちろん最大にすれば最大にできるし、まあ、例えば 5BGB だけロックしたいっていうことであれば5とか入力していただくと、ここでダウンをしてで OK を押すとこれでロックされました。で、その後時間が経つと、もうかなり細かく分かれて、エアドローがもらえるのでここのエアドロー総額のところで確認していただけます。はい、エアドローが入るたびにすぐ売却もできるので。あ、そうなんですか。そうです。なので、タイミングのいいところで売却するとかなり利益が出ます。あ、はい、すごい。ちなみにこのクロース私も参加させていただいてるんですけども、うん、数日で約 1000USDT 分ぐらいのエアドローがもらえたので、かなり、はい、もう BGB を
ずっとガチホしてるので、ホールドしてるだけで、まあ、毎回数百ドル、数千ドルのエアドルをもらえるので、かなり嬉しいサービスだとなってると思います。はい。すごいですね。はい。ありがとうございます。はい、そんな運用方法があるんですね。そうです。で、まあ、トレードも、ランチプールもあるんですけれども、その他にも、例えばですね、このステーキングアーン商品っていうのもあるんですけれども、うん、ちょっとここには載ってない。で、例えばもしアカウントに USDT がたくさん入ってます。でもトレードはしたくない、リスクは背負いたくないっていう方がいれば、それをステーキングアーン、セービング商品に入れていただくっていうことに、が可能です。で、ちなみに、いろんなセービング商品があるんですけれども、上から見ていただくと普通のユーザーがご利用いただけるセービングで VIP ユーザー限定のセービングで、ビットゲットウェルスマネジメントシャークフィン、スマートトレンドデュアル投資っていうのはいろいろあるんですけれども、分かりやすいのがこのセービング商品にはなります。でこちらのセービングを押していただくと、一応この年利 9.34% の高いですね、はい、があって、でこれフレキシブルなんですね、なのでいつでも、ロックを解除することができます。へー、すごい、はい、で一応こちら申し込み代金額、これ上限がここに書いてあるので、今ですと多分3000万ドル最大で、入れていただく方が可能なんですけど、まあ好きな金額例えば100であれば100って入力していただいて、はい、で、こちら、今すぐこちら規約を読んでいただいて、で申し込んでいただくとこれで、申し込みが完了です。はい、で先ほど申し込んでいただいた、案商品に関してはこの資産の、案のところでご確認いただきます。先ほど申し込んだのはこの USDT になります。これをクリックしていただくと、まあ、今、昨日発生した損益、今まで合計で発生した損益っていうのが表示されます。でこれ自動申し込みっていうのもついてるんですけど、これをオンにすると現物アカウントにある、USDT を毎日自動的に全部ここの商品に申し込んでくれるので、はい、便利ですね。はい、もし全額入れても大丈夫っていう方がいれば、ぜひこちらの機能を使ってみてください。でも入れたとしてもフレキシブルなので、いつでも出品できる、はい、先ほど本当にさっき申し込んだんですけど、でも急に気が変わった、他のものに使いたいっていうのであれば、ここの召喚ボタンを押していただくと、でこれで条件100、全部マックスで召喚と、100ドルが100ドルで戻ってくるってことですね。そうです。はい。これ、本当に数秒でアカウントに戻されるので、かなり便利。めちゃくちゃ安心ですね。はい。で、これで戻されました。わかりました。はい。すごい。うん。はい。はい。ということで、皆さん、ビットゲットの講座の解説から、はい、前編はね、解説。で、この後半で、現物、先物、コピートレード、そしてプール X だったりとか、いろんな商品ご覧いただけたかなと思います。シュウさん、お付き合いいただき本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい。なので、この前編と後半の動画をちゃんと見ていただくだけで、もうビットゲットのそのプラットフォーム、ビットゲットの使い方が丸わかりできるような内容となっておりますので、ぜひ皆さんこちらの動画、ぜひご活用いただきたいなと思います。それでは、もうまたお願いします。そうですね。ぜひまた。またお願いします。はい、お願いします。そう、シュウさんもね、まだ話し足りないこといっぱいあるんですけど、動画には収まらないということなので、うん、またお付き合いいただいて、また、はい、いろんなね、ビットゲットさんの使い方を教えていただきたいと思います。はい。それではね、ビットゲットさんの本当に最新情報に関しては、X の方で随時配信されておりますので、ぜひ、ビットゲットさんの X、YouTube の概要欄、コメント欄の方にリンク添付しておりますので、ぜひそちらのフォローの方もよろしくお願いいたします。それでは今日も最後までご視聴いただき、本当にありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。